過ごしでしょうか。あいにくの雨となっています。今の調子を大事にしたいところです。絶好調シエル、対するはレイソル、注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンテスタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジローラモさん、ナイトの光が雨で濡れた選手たちの体を照らします。弾きっていきましょう。あーっとここで笛。前半開始直後、直接フリーキックのチャンスを得ましたシエロ。直接狙った、入ったー、ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。アルバチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。アルベス、素晴らしいフリーキックでした。お見事、素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。ジローラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。もう選手たちも気合十分ですね。最後まで一生懸命プレーしてください。ありがとうございました。シエロ、ここからチャンスになるか。絶好のチャンス。あーっとここで笛。あーっとここでイエローカード。
ここは絶対に外せません。これが決まった、ゴール。前半20分を回ったところです。シール1点をもぎ取りました。アルビきっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。アルベス慌てず落ち着いて決めました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。手元の時計で30分を回ったところです。シエル2点のリード。さあ注目しましょう。ディフェンス陣油断したか。アルベス大きくサイドチェンジ、ゆっくりと上がります。池内巧みなボールさばき。池内これは止められてしまった。酒井右コーナーから蹴るのは大変に得意です。合わせた、決まりました。前半35分、レイソルチャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。ここで前半戦が終了。2対1、シエル1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。大会です。何か動きはあったでしょうか。ギロラムさん、シエロ選手交代です。スライディング、ここでカウンター、中央でキープしています。小野左に短いパス、キーパー1対1。あーっとまだチャンスが続いている。ゴールゴールゴール。後半2分、キーパー悔しがっています。シエル1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮きいいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを見ましたね。手元の時計で10分が経過しています。あーっとインターセット、ボールを取られます。ここでカウンター。福永左に短いパス、キーパー1対1。入ったー、ファインゴール。後半10分を回ったところです。決めたのは浮き、素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。浮きこぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。どう思われます？ギロラモさん、
シエロ、少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから頑張って。ありがとうございました。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。金子、大きくクリア。後半18分、あっとインターセット、ボールを取られます。速いパスワークです。必死のディフェンス、一瞬の隙を突かれました。後半31分、VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。いやー、このプレーには声も出ません。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り5対1、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。いや、本当に今のところ資格なしですね。解説は木村和志さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況は安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
見いかがでしょうか。だんだんと涼しくなってまいりました。今日は J リーグセカンドステージ第7節勝ち点18、現在首位独走中シエル。今日の対戦相手はアビス。このまま突っ走ってほしいものです。実況は私安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフです。前半5分、さてどうしますか。ああどうしたんでしょうか。インターセプトされました。巧みなパスワークで上がります。右へ打てるか。打た、決まった。ヒエロー先制ゴール。手元の時計で5分が経過しています。シエロ先制のゴールを決めました。澤田チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。澤田無難に決めました。いい感じじゃないですか。最後の詰めがうまくいってますね。前半15分を回ったところです。ああどうしたんでしょうか。これはカットされます。ここでカウンター。金子左へ、シエロ、フォワードがかなり前進しています。どうする、フリーだ。このシュートはキーパーに阻まれた。絶好のサッカー日和に恵まれました。緑の芝が太陽の光で鮮やかに照らし出されています。シエロ無難な立ち上がりを見せています。肌左に短いパス、ディフェンスの様子を伺っております。キーパー危なげないキャッチ。バスケス右コーナーから蹴るのは大変に得意です。手元の時計であと1分。シエロ勢いがあります。アビスタボールを奪うことができません。巧みなボールさばき、激しい攻防だ。シエロ絶好のチャンスを潰しました。前半45分が終了。0対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか。水沼さん、チームの調子からいってまだまだ安心できませんね。手元の時計で5分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。ディフェンスの様子を伺っております。福永どう攻めるんでしょうか。センタリングのチャンスだ。綺麗に合わせた。ゴールイン。手元の時計で5分を回ったところです。シエロいい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。
後半11分、シエル2点のリード。さあここはどう守る。まずは様子を伺うといった雰囲気、タイトなマークです。さてどうしますか。シエル、これを抜かれると一気にピンチに立たされます。やったー。なかなかいいシュートでしたが外れました。後半15分が経過しています。シエル、リードを広げることができた。巧みなボールさばき。シエロ、相手ディフェンスを破れない。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。さあどこにパスを出すか。西、パスを出します。早く前に出したいですよね。右に振ります。よろけながらも抜きました。ゴールに迫る。キーパー大事に抑えます。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。無難につないでいきます。右から行くのでしょうか。この位置から打つか。クロスボールか。絶好のチャンス。蹴った。押し込んだ。ゴール。手元の時計で30分を回ったところです。決めたのはアルベ。素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。アルベス、これは嬉しいでしょう。いい感じじゃないですか。最後の詰めがうまくいってますね。後半終了間際、あっとインターセプト。ボールを取られます。ここでカウンター。右にパスが出ます。慎重に運んでいきます。シエロ、どう攻めるんでしょうか。どうする。完全にフリーだ。決まった。シエロファインゴール。後半ロスタイム。アルベス、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。アルベス、無難に決めました。うん、よく決めましたね。ナイスシュートですね。ここで試合終了。結果は0対4。シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエル連勝しましたね。そうですね、絶好調みたいですね。チームの状態も非常にいいみたいです。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。
今の調子を大事にしたいところです。実況はいつものように安岡博士、今日のこの試合解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフ、さあ試合開始です。前半20分になろうというところ、ここでカウンター、中央を抜けます。じっくりと様子を伺っております。速いボールが行ったぞ、行った、足で止めた。シエル、絶対にゴールを許さないというシステム、システムは 5-3-2 です。ジョンソン、左に短いパス、じっくりと様子を伺っております。肩を入れてきました。息の合ったプレーを見せてくれます。さあどこにパスを出すか。それもありでしょうね。厳しいマークだ。無難につないでいきます。左サイドからどう行くか。いった、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはアル、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。まあ、私はあのぐらいできたんですけどね。ここで前半戦が終了。1-0、シエロ1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。というところ、シエル勢いがあります。速いパスワークです。ジョンソン、慎重に運んでいきます。ジェフ、ディフェンダー合わせて戻ります。クロスボールを上げるチャンス、ゴール前綺麗に上げた、ヘッド、押し込んだ、ゴール。後半5分になろうというところ、キーパー悔しがっています。シエル1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いい位置に走り込んでいましたね。ドンピシャリです。理想的な形ですね。後半6分、ボールはジェフ、シエロ、どう出るか。
どうしたんでしょうか。インターセプトされました。手元の時計で20分が経過しています。シエル勢いがあります。ジェフボールを奪うことができません。クロスボールを上げるチャンス。シエルゴール前にボールが行った。ヘッド、これが決まった。後半22分、シエルこれで3点目。アルビスハットトリック達成です。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。まあわしゃあのぐらいできたんですけどね。後半27分、シエロここはしっかり守っていきたいところです。体で止めに行った。ここでカウンター。金子右へ、奇跡を呼ぶ男独走態勢。打った、変わった、ボールこぼれた、入った、エクセレントゴール。後半25分が経過しています。シエロ1点をもぎ取りました。池内きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。池内こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。後半のロスタイム、シエロ全く容赦ありません。安定したパスを見せます。矢野、奇跡を呼ぶ男、奇跡を呼ぶ男、ゴール前チャンス。あっと止められました。これは完全に呼ばれていました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り4対0。シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。いや本当に今のところ資格なしですね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚ひとしでお送りいたしました。木村さんありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。
でしょうか。9月といってもまだ残暑は厳しいです。本日は J リーグセカンドステージ第9戦。今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエル、対するはハープルサンガ、注目の一戦です。実況はいつものように安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、すんの火蓋が切って落とされました。水沼さん、調子良さそうですね。選手個人のスキルを完璧に理解して使ってますよね。本当に見る目のある監督だと思います。さてどうしますか。武田、ゴールに迫ります。ゴール直前でなんとか阻止しました。前半13分、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。矢野、通った、絶好のチャンス。池内、左に短いパス、ゴールに迫る。決まった決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは奇跡を呼ぶ男、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。奇跡を呼ぶ男、無難に決めました。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。手元の時計であと3分、ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。ジョンソン、華麗なパスワークで上がります。シエロ、どう攻めるんでしょうか。絶好のチャンス、あっとまだチャンスは続いている。決まった、押し込んだ、ゴール。手元の時計であと3分、シエロ1点をもぎ取りました。澤田、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。澤田、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。ここで前半戦が終了、0対2、シエル2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子からいってまだまだ安心できませんね。後半5分、シエロコーナーキックとなります。入ったー、ファインゴール。後半5分、シエロ1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。サッカーの得点の3割はリスタートからなんですよね。ディフェンスとの駆け引きに勝ったっていう感じがしますね。後半15分になろうというところ、さあコーナーキックです。ヘディングシュート、
手元の時計で15分になろうというところ、シエル1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。こういう形から決められるっていうのはかなりの強みなんですよね。セットプレーの重要さがこれでわかりますよね。手元の時計で25分になろうというところ、シエル、コーナーキックのチャンスを得ました。ヘッド決まった。ビューティフルゴール。手元の時計で25分になろうというところ、シエル、チャンスを逃しませんでした。決めたのは指摘を呼ぶ男。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。いいボールが入りましたね。これはもう解説書に載っちゃうぐらいのお手本ゴールですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対5。シエロ大量得点でこのゲーム制しています。シエロ連勝しましたね。まさに波に乗り始めたというところでしょうかね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
と皆さんご機嫌いかがでしょうか。9月といってもまだ残暑が厳しいです。今日は J リーグセカンドステージ第10節勝ち点27、現在首位を行くシエル。今日の対戦相手はクリューゲル。ここはぜひとも抑えたい。実況はいつものように安塚教師、放送席にはフリーキックの名手木村和司さんをお招きしています。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、すんごい火蓋が切って落とされました。雲間から時折暖かい日が差し込んでいます。手元の時計で10分になろうというところ、注目しましょう。絶好のチャンス、あっと、手元の時計で10分が経過しています。両チームとも無得点。さあ注目しましょう。シュートチャンス、奇跡を呼ぶ男、ゴールを目の前にして止められました。前半14分、ボールはクリューゲル、シエロ、どう出るか。お見事、クライフターン、マルセロ、速いパスワークです。しつこくマークしています。さてどうしますか。じっくりと様子を伺っております。一人で持っていきます。いった、決まった、クリューゲルス先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、クリューゲル先制のゴールを決めました。吉田、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。これは止められたのでは。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。前半35分を回ったところです。コーナーキックとなります。ヘッド入った、ファインゴール。手元の時計で35分が経過しています。クリューゲル1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ここはうまく決めてきましたね。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。前半45分が終了、0対2、シエル2点を追いかける展開。木村さん、前半いかがでしょうか。選手たち切れてなければいいんですがね。試合が始まります。後半10分を回ったところです。シエル少し攻めあぐねている様子。奇跡を呼ぶ男、徐々に詰めていきます。シエル、このディフェンス陣をどう突破するか。完璧なタイミングです。絶好のチャンス、キーパー大事に抑えます。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、この試合サポーターのためにも意地を見せておきたい。池内、きれいに抜きました。打てるか、打た、決まりました、ゴール。後半22分、ここで勝利への執念を見せました。
VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ゴール前の混戦を制しました。いやー決めましたね。ゴールへの執着心がこのプレーを見ましたね。シエロ、これが最後のチャンスになりそうです。まあ相手の隙をどんどんついていってほしいですね。奇跡を呼ぶ男、まさに神業。パスを出す方向を見ます。センタリングのチャンスだ。打った。キーパー大事に抑えます。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば1対2、シエロ1点に涙を飲む結果となりました。シエロ、日程の半分を消化しましたが、ここまでのご感想は？まあこんなところでしょう。後半戦も応援していきたいですね。放送席、解説は木村和司さん、実況は安武としてお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。ようやく涼しい夜を過ごせるようになってまいりました。勝ち点27、第4位シエロ。今日の対戦相手はマリノス。ここはぜひとも抑えたい。実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
532という守備的な布陣です。巧みなボールさばき、池内、これは悔しい。手元の時計で25分になろうというところ、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。いきなり縦に1本なんてパターンもありますよね。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。スライディング、あーっとここで笛、入ったー、ゴール。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。アルビチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。アルベス、慌てず落ち着いて決めました。落ち着いてましたね。思い切っていくとね、かえって失敗するんですよね。前半40分になろうというところ、ボールはマリノス。さあ注目しましょう。左サイド待っています。無難につないでいきます。井原、遠藤、シエロ、逆サイドスペースができているぞ。遠藤、誰に合わせるか。どうする、打った、決まった、マリノス同点ゴール。手元の時計で40分になろうというところ、シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはバルディビエス。隙を突かれた感じですね。仕方ないといえば仕方ないんですけど。コースで再び試合が始まります。ここで壁パス、さてどう指摘を呼ぶ男。通った、絶好のチャンス。アルベス、ペナルティーエリアまで行くか。クロスボールを上げるチャンス、ヘッド、川口。ここで前半戦が終了。1対1、同点で後半戦に折り返します。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。前半の調子から見て逆転は可能だと思いますよ。後半1分、ボールはマリノス。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。中丸、バルディビエス、バルディビエス、さあシュートできるか。打った、あとボールこぼれた、おお、低いボール、絶好のチャンス、後半開始直後、シエロ、逆転を許してしまいました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。ディフェンダーが完全に競り分けてますね。一番嫌な形になってしまいましたね。手元の時計で5分が経過しています。ここからどういった展開を見せるのでしょうか。完璧なタイミングです。
シエロ、シエロ絶好のチャンスを潰しました。後半17分、シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。激しい攻防だ。ジョンソン、やはり強引すぎたか。後半残りあと5分、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。巧みなボールさばき、これはちょっと無謀だったか。後半ロスタイム、シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。右に叩きます。さてどうしますか。突っ込んできた。ここで試合終了。終わってみれば2対1、シエロまさかの逆転負けを喫してしまいました。シエロ優勝しそうな雰囲気ですが。そうですね、しかしまだ試合数も残ってますから油断禁物だと思います。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。清涼剤となっております。本日は J リーグセカンドステージ第12戦、勝ち点27、第4位シエロ、今日の対戦相手はエスタル。ここはぜひとも抑えたい。実況はおなじみの安塚博士、解説は元日本代表の木村和司さんです。
今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンタスタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフです。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、シエロ、それだけ多くのサポーターが来てるんです。ガッコつけてください。なんと打った、決まった、シエロ先制ゴール。手元の時計で20分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。池内、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。まあわしゃあのぐらいできたんですけどね。前半30分を回ったところです。さてどうしよう、あっと読まれていました。これはカットされます。ここでカウンター、ジョンソン右サイド待っています。池内、ここからチャンスになるか、受けるか、シエロクリーだ。残念ながらここはキーパーが一枚上手。手元の時計で30分が経過しています。シエロ1点のリード。さてどうしますか。しつこくマークしています。なんとかピッチをしのぎました。ここで前半戦が終了、1対0、シエル1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。試合再開です。八津塚さん、シエロ選手交代です。状況を的確に把握してますね。右サイド待っています。完璧なタイミングです。シエロ、フォワードがかなり前進しています。後半2分、キーパー手足がつけています。シエロ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。奇跡を呼ぶ男、無難に決めました。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。どうやらイエローカードのようです。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。まずは様子を伺うといった雰囲気。奇跡を呼ぶ男、短く後ろへ跳ねパス、軽く合わせた、決まった、ビューティフルゴール。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。いやー、決めましたね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で35分になろうというところ、シエロ、
さあここからどう攻め上がるのでしょうか。マークが甘いか。さてどうしますか。伊藤パスを出します。無難につないでいきます。体で止めに行った。交代です。それもありでしょうね。ジョンソン厳しいマークを外した。まずは様子を伺うといった雰囲気。ハガ奇跡を呼ぶ男、落ち着いてボールをキープしています。パスを出します。この位置から打ったクロスをキーパー飛び出してこれをキャッチ。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り3対0、シエロ大量得点でこのゲーム制しています。木村さん、残り試合も少なくなってきましたが、ここまで来たら後には引けませんよ。気合を入れていきましょう。解説は木村和司さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況は安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。